さあ、YouTube の録画も完成したよ。じゃあ、ゲームの方移りましてと。アートワークは、正直、まあまあですね。雰囲気は良さそう。うん、そうそう。このトランペットとピアノとね、まあドラムが入るって、まあ言ったジャズ調ですね。ベースがないっていう、エレキベースがないっていう点で一応変則ジャズに入るのかな。ジャズの構成で言うと、この、エレキのベースと、あ、これ顔どこにあろう、ここでいいか。ジャズの構成で言うと、エレキのベースと、トランペット。まあ、管楽器ですね。まあ、トランペットなり、トランペットなりトランペット。トランペットしか思いつかねえ。あと、ピアノとドラムの、4つの楽器でやるんですけど、このゲームは、エレキのベースが入ってこないから、一応、ベース抜きのジャズになるのかな。うん。で、まあ、ゲームの、雰囲気そのものも、まあ、雰囲気っていうか、ゲームが描こうとしているものも、一応その、ノワール調の映画っぽいものを意識して作ってる部分があるので、ノワール調の逆ベースラインは聞こえるね。楽調が、あ、ほんま？あ、これがベースか。あ、わかったわかった。じゃあこれジャズで紹介できる。よしよし、オッケー。で、じゃあこれベース、じゃあこれ、ジャズってことで、暗い曲調のジャズってことで、で、コーヒーと、タバコと新聞が出てくるハードボイルドなゲームになってます。で、この間形でユーザーインターフェースちょっと新聞っぽいですね。このゲームのストーリーは、1948年からスタートしまして、まあ、どっか架空の国の、統制国家、言ったら北朝鮮的な感じの、国がすごい、圧力を持ってる。国が何とかして、人民を統制しようとしている国家でですね。ある一つの、法律が施行されようとしている。まあ、すでに法、可決されて。まさかとは思うが、字を読むだけのゲームじゃないよね。そうです。字を読むだけのゲームです。で、字を読むだけのゲームなのに、ピクセルアートなんで、一つかに栄光あれ。残念ながら、あと、ペーパープリーズほどいいゲームではありません。まあ、その字、まあ、こういう、国家の放送があるわけですけど、メッセージフロムザ、ロイヤリストガバネント。その支持者のための、政府がですね、ある一つの、法律を施行しました。それは、パブリックカルチャービルという、言ったらメディア浄化法ですね。で、今から、ゲーム開始から3ヶ月後に、施行する法律で、まあ、いろいろとこういう、まあ言ったら、詳しくは英語読めないんですけど、まあ簡単に言うと、政府に都合悪いこと書くなっていうのと、あの、反乱を煽るようなこと書くなとかいう形でですね、いろいろと、メディアに対して圧力をかける法律が、約3ヶ月後に、施行される形になってます。で、主人公は、この、統制国家で、なんか物騒なことばかり書いてたで。うん。まあ、すげえその統制国家なんで、言ったらその反乱勢力の方々もいろいろと暴れ回ってるっていう、結構厄介な国になってます。で、主人公、これには、今一応、編集長のデスクになってまして、このメディア浄化法が決まったら、言ったらその、政府公認の、うん、ペーパープリーズの、インスパイアとかにされた、ペーパープリーズに、あれ、そうやったっけ？開発一緒やったっけ？
0010。にしてもこれはちょっとペーパープリーズのメーカーが作ったと思えんぐらいひどい出来やで、やってることは面白いんやけんね。で、ストーリーの進め、まあ、そんな形でメディア浄化法が、決まろうとしてる。世界はメーカーなんやね。んでから3ヶ月後にそのメディア浄化法は決まるんやけど、そうなるとメディアクラブでしか新聞が発行できなくなるってことで、この独立、まあ言ったら独立新聞、まあインディーの新聞社である、プレ新聞社の編集長だ、編集長であるプレイヤーは、まあ簡単に言うとこの新聞社を継続するために市民を焚きつけて反乱を起こすことによって、あのメディア浄化法を防ぐ、我が社の未来と、そして我が社の未来と自分のデスクの自分のデスク、そして人民の自由を守るために報道しない自由を駆使して報道の自由を守るゲームになってます。コンセプトはね、コンセプト面白そうに聞こえんねん。で、実際にどういうゲームかっていうと、まず、週の初めに、一応この雑誌、週刊雑誌らしいね。週刊じゃ、週刊新聞らしいね。話だけめっちゃ面白そうやぞ。話だけね。で、話だけみんなめっちゃ面白そうやから、ロックペーパーショットガンで初めていろんなメディアで取り上げられました。で、実際できたゲームがどんなゲームかっていうと、ぶっちゃけさ、この絵もなんやけど、この、ピクセルアートが開発費の都合でピクセルアートを使ってるかどうかわからへんけど、フォントまでピクセルアートにして、それで機体使うのやめろって話でさ、しばくぞってレベルで。ほんま、なんていうか、このゲームフォント書いただけでだいぶまともになると思うんだけど、もうとにかく読めへんねん。死ねってレベルで。で、どんなゲームかっていうと、まずは、週の頭に、このような形で、ループライターから、ニュースが届きます。で、このニュースを開いて、今自分が編集長なんだけど、このニュースの、開発元全然関係なかった、勘違いでした。よかった、よかった。これ、ペーパープリーズのゲームが作ったら、もう、ペーパープリーズの作ったゲームのメーカーのゲーム二度と買わへんし、メーカー潰れると思うで。忘れるところでした。ああ、どうもです。なんかフォントがドットバイドットになってたりなってなかったりするな。いや、これは全部、ドットバイドット、ああ、そうだね。解像度を拡張すると、そのまま、ドットが拡大されるって形になってるから、結局、この筆記体のメモに関しては読めません。だったらさ、もう別に、正直ピクセルアートとか本当にどうでもよかったよ。まあそこに関しての文句は後でまとめて言いましょう。で、編集長何するのっていうと、編集長は、今週集まった、記事の、ドラフトからですね、ドラフトっていうと大抵で、タイトルとそして、本文の要約が書いてます。で、このタイトルをクリックするとタイトルが差し替わります。チュートリアルアーティクルっていう形で、まず、構成しましょう。キャンセリングに関しては、検閲っていう言葉があるんですけど、検閲っていう言葉ありまして、このゲーム一応その検閲シミュレーターって名前がついてるんですけど、やってることは構成です。編集長になって、記事を構成する、シミュレーションです。で、構成する結果によって、報道しない自由を駆使して、報道の自由を守る。まあ、言ったら、その自分たちは、その、中央で第三者で朝日新聞っていう風な感じのスタイルを貫きながら、その、国民を焚きつけて、政府を倒すというゲームになってます。で、実際どういう風に倒すのかっていうと、この、今の記事、チュートリアルアーティクルって形で、記事の添削方法が書いてます。この中身の文章をクリックすると、これが消される形になります。現在の新聞社はまずいですよ。体クソですな、ダブル読めない。そう、ほんまね。じゃあ、朝鮮日報にする。実在の新聞社まずかったら、朝鮮日報にしとくか。
このチュートリアルのフォントはまともなのにね。うん、うん、まあ正直このレベルでしてほしかったなってあるね。で、書いてほしくない、書いてほしくない項目を、消して、でさらに記事のタイトルをクリックするとより、過激な発言になります。例えば、チュートリアルアーティクルのチュートリアルの説明ですよっていうのをクリックすると、Welcome to the Extraordinary and Amazing Sun to be Game of the Year Winner a Export Westport Independent って形で過激な文章になります。そういう形で記事のタイトルを変えて、そして記事の中身を。いや、未来のゲームオブザイヤーにようこそっていう風な形で大きく記事の内容が差し替わるわけよ。同じ文章でもタイトル変えると全然イメージ違うよねっていうこと。昔ながらのアドベンチャーなのこれ。いや、一応そうさ、昔ながらのクリックアドベンチャーってわけじゃないですけど、やってることとしては、今週のニュースを引っ張り出して、で、記事のタイトルを差し替えて、そして、書いてほしい内容、書いてほしくない内容を消して、それから最後に、その従業員に渡す形になります。文字主体となると英語わからない人間には厳しそうだな。ほんまね。それに関しても後で、長々と考慮します。でから、各、従業員にはそれぞれ、人気と、あと、まあ、分隊ですね。反乱勢力よりか、支持者、言ったらその政府よりか。でから、今政府にどれだけ目をつけられてるかっていうポイントが表示されてます。このフランクって人だったらもう大抵そこを普通に記事書いてるだけでバンされます。政府にバンされます。で、まあ、書いてほしい記事をこう適当に放り込んでから、センドプリントしたら、今週の分がすり上がるっていうゲームになってます。で、その後、記者同士がですね、コーヒー飲みながらタバコ吸いながらですね、いろいろと世間話をするって形になってます。で、どの記事に、また字が読めない。うん。まあ、ここもまだマシだと思うけんね。さっきの筆記体のメモに比べれば。で、まあ、誰にどの記事を書かしたかによって、ここの文章の内容がちょっと変わってくる。で、ここの、今のその、記者同士の、この、打ち合わせっていうか、ミーティングっていうか、世間話によって、今この、国がですね、どういう風に、動いているのかっていうのが、話に出てくる形になってます。で、このような形で残り11週間の間に、うまいこと、人々に、耳を傾けてもらって、ナラティブではありませんね。これナラティブって言ったらナラティブダメになった話ですし。で、最後に、週が明けると、その先週の、セールが見える形になってます。で、まあ、たくさん売れたらそれだけ影響力が増えるって形ですね。たくさん売れたら、新聞に対する支持が上がるとともに、このオピニオン、政府よりか、反乱よりかっていう形で、大きく傾きます。あ、大きく、ちょっとずつ傾きます。この、支持率が高ければ高いほど、反乱的な、政府、反乱を先導するような記事書けば、反乱に大きく傾くっていう形になってますね。で、北の方には、セレブな方々がお住みで、西の方は住宅街。で、そして東の方には、工場がたくさんあって、で、南の方は、港になってます。っていう、この国そのものが大きく、東西南北で大きくその、人々の住むライフスタイル、何が、変わってる形になってます。最終的な目標としてはすべての、地域でオピニオンですね、人々の考えを、反乱より、もう打倒政府、もう政府とか信頼できない、
安倍政治許すなみたいな形の、傾き方をさせるというのが、この新聞社の目的になってます。それとともに政府にも目をつけられるわけなんで、政府から目をつけられてしまうと、バンされちゃうので、まあ、頑張って、政府に発狂されない程度に、政府をおちょくるというゲームになってます。メールが来ましたね。うん。で、今のところ見ていただいてわかる通り、一切ニュースに関する写真は出てきません。まだめっちゃ面白そうに見える。このゲーム最初の10分おもろいねんな。ボムディスラプター操作がデモクラシーに似てる。なんやけどな。ボムディスラプターレイだったら、これを記事のタイトルを差し替えると、ポリスリードウィッチハントアフターボミング、これだったら最初の記事だったら、爆発事件その後みたいな形でですね、いろいろとニュースが書いてあるわけで。ですが、記事タイトルをクリックすると、警察が、バグ破犯の、魔女狩りをしてるっていう、煽動的な記事になります。で、その煽動的な記事に合わせて、さらに、テキストを、中の、アーティクルの、章を差し替えていきましょう。おだましねとかメルケル引っ込めとか脳内保管すると楽しそうね。これはどうしようもいいんだったっけ。ポリティカルグループフォアクエスチョン、デスパートクライムを、ハミング、アルフィン、オーザ、ダレスト、リメインド、ザ・カッソイビ。英語読めないとわかんないですね。記事は毎回固定なの？記事はね、毎週固定じゃないんですよ。毎週、毎週固定じゃなくて、確定でやってくる記事と、ある程度使い回しの記事があります。これだったらもうちょっとわかりやすいかな。ムービースター、ディヴォーセイト、イース・ワイフ。ムービースター・ルイン・アナザー、マリッジ、ディスポーティクル、ヒズ、エイティワイプ。これは多分セレブ向けの記事だね。でから、記事の内容を一部消してから、で最後に、煽動的な、記事を書くフランクにポイント放り込む。マンアタックポリスオフィサーだったクリックすると、マンディフェンスとティーンエイジ、ポリスオフィサー、プレセットチャージ。これだと分かりやすいかな。男性が、警察署を襲撃したっていうニュースなんだけど、これをクリックすると、男性がティーンエイジャーを、ポリスから守ったっていう話になってますね。で、記事よく見ると、そのティーンエイジャーが、ポリスオフィスの前にですね、なんかしてるって形で書いてて、どれだ、インターフォトパスサイズ、パブリックオフィス、アウェイ、ティーンエイジ、ボス、ティーンエイジ、ザ、なんだったっけ、どっかに、あ、これか、思い出した。ワン TJ エイジャー、一人の、ティーンエイジャーが、反乱勢力のメッセージを、書いたっていう記事が、記事の中身があるんだけど、それを削除しただけで、警察が急にティーンエイジャーを襲って、で、それを男性が守ったっていうふうな、すごく、英雄譚っぽく聞こえますね。で、これを、フィルに書かせましょう。すると、フィルはね、最初の、初日のメールにあったんですけど、ロイヤリスト。人を逮捕したのを妨害した感じになるのね。ああ、そうそうそう。で、記者によっては書きたくないっていう時もあるんだよね。例えばフィルなんかで言うと、ロイヤリストにすごく傾いてるんで、そういうロイヤリストに傾いてる方に無理やり記事を書かせることもできます。
てかフィルにはどんどん無理やり書かせていきましょう。やったー、おもろそうやん。ここまではね。あと、これとかわかりやすいかな。ロミバル社の、アウトソーシングと、なんだったっけ、カントリーズを、ロミバルアーバドンズウェストポート、アンプロイドメント、そしてアウトソーシングザ、違う国の、人たちを、順。その指示選択とかめっちゃ面白そうやぞ。まだわし騙されとるんか。準社員に選択しますって話があるな。ロミバル社が、準社員、違う国の人たちを、アウトソーシングで雇ってるって話を、ロミバル社が、ウエストポートの、国々の人を解雇して、そして違う国の人を、雇ってるっていう風な話に差し替えることができる。これ記事のバリエーションがたくさんないと、遠からず飽きるのでは。まあ、あんまり、そうですね。今のところ記事見てる分には、とりあえず5週ぐらいしたんですけど、同じような記事ですね。100、200、300程度はないです。100はあると思うけど、300とか500はないです。なんで、あんまりそんなに、これひょっとして正解が割とガチガチに決まってるのか？最終的に新聞社が生き残る選択肢が非常に少ないですね。普通にだらだらとプレイしてる分にあんまり、選択肢の自由はなかったです。何回かやってみましたけど、クリアは失敗しました。ラブオブアズ。いや、まあ、暇ってわけじゃないんですけどね。やっぱその気になってるゲームだったから。セーバル、ファクトリーズ、ウエストポート、シャットダウン。これでいいか。ウエストポート、シャットダウン、リビング、100人の解雇したって形で書いていく。これ100人程度って面白くないから、これ削除しちゃおう。逆に新聞社が政府寄りになってボートに焼き打ちされたりしないの？私も英語版時代にペパプリ全エンディング見たからね。マジで？気合入りすぎやろ。新聞社が政府寄りになってボートに焼き打ちやされたりしませんでした。それ目指そうとしたんですけど、結局そこまでいかなかったんよ。それなんでいかなかったかについて後で講述します。まあ、そのノリには近いですけど、今回はどっちかっていうと、中央の立場を装いながら、政府じゃなくて、市民を焚き付けて政府を倒すっていう、すごい邪悪なゲームです。これなんだったっけ？ガバネント、キャンサー、コミックブック。政府が、コミックブックを検閲したって内容に差し替えましょう。イェーイ。でから、トゥデイガバネントアナウンスド、フォーメーションザニュー、コミテッドザモニターコミックブック、イッツゴールザ、ネーションヤング、オンリー、フーソング、コンテンツ、コミックスプリットザコン、リレーションポリティカルビュー、これでいいか、多分。ARSS が、子供に見せる分には良くないっていう形で言ってるから、検閲したって話だけど、この部分を削除しただけで。1984、ゲームデザインに影響を受けてそう。プレイヤーの立場は逆だけど。これで OK かな。政府がコミックを検閲したって話で、少年に良くないっていう部分を消してからコミックを検閲したっていうと、すごくいい、悪いように聞こえますね。さあ、散々悪いように作ったんで、これで、悪い新聞を送りましょう。さあ、悪意を振りまけ。この文字だらけの画面を見てるとロングライブでクエインって頑張ってたんだなと思う。でから、まあ、このような形でアンチポリティカルなプロパガンダをどんどん撒いていくわけですよ。さあ、第2週目。トップ著作権ホットすぎる話題ですぞ、ダブルコミック。1984の主人公も検閲が仕事やで。うん。そんな売れへんかった、今回。ちょっと反乱寄りにはできたけど、支持率はそんな上がってなくて、政府からちょっと目をつけられた形かな。そうすると政府からファンレターが届きました。で、どんどん状況が悪くなると、政府からどんどんファンレターが届きますし、
あと各従業員ともにどん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 この、政府から目をつけられているポイントが増えていきます。ちょっと待ってね、画面にある顔の位置がちょっと悪いな。ここでいっか。よしよし。パテアス、プレアセのところが出してたて、レプブリア、チメスとグイガイあんまり変わらんね。そのザ・リバルティ、ザ・リバルピ、リパブリックタイムの方がよっぽどゲームとしてよくできてます。これは誰からだ。ユアフレンドレベル、ネイゴーベイト、反乱軍からメールもらってますね。とお待たせ。反乱勢力の方からも、ファンメールをもらいました。ファンレターをもらいました。と、まあ、このような形で、毎週毎週頑張ってファンレターがたくさんもらえるような、新聞を書いていきましょうっていうのが、このゲームの目的です。で、ファンレターがもらえないような新聞を書いてしまうと、言ったらゲームのクリアから。あなたの隣の反乱分子って物騒すぎ。まあ、そんな形でファンレターを毎週毎週もらっていくっていうのが、このゲームの大きな特徴になってますが、ぶっちゃけて言うとね、写真じゃないから何もわかんないんだよね。で、特にその、自分たちの巻いた新聞がどれだけその世間に影響を与えたかっていうのをビジュアルで、表示するっていうのことがないので、ローカルファクトリーとハイヤードスクワードを、ローカルファクトリーハイヤーウーマンワーカーズに変えると、これは、あれだな、女性を雇うって話、ローカルファクトリーハイヤースクラブを、クリックして、ローカルファクトリーハイヤーウーマンワーカーに変えてよ。地元の工場が、女性を雇ったって話だけど、ここでいろいろと記事の内容があって、この女性を雇ったって言葉に関して、コストエフェクティブ、コスト対評価がいいからっていう言葉を、残しておこう。これだけ残しておかないと面白くないな。アナウンスとカムザイト、アフターメッセージ、スタイクカンパニーエイト、スカウント、ワーキングエイト、エンブロイブン、ザ・ヒム・サンバディ、ライト・ザ・ジョブ、サイド、ザ・プリス。どうしようかな。ここ二つとも消してしまうか。いいから書けよ。ファイアインアパートメントコンプレックスクリックすると、ピープルレッドホームレスアフターファイア、火事でホームレスできてるよって話があってるね。じゃあ、どれぐらいホームレスできたかっていうの、42アパートメント燃えたって部分消すと、より大火事で、燃えて、そのまま、ホームレスがたくさんできたっていうふうな、すごく、政府何やっとんねんっていうような記事になりますね。はい。ふぅ。あー、検閲気持ちいい。スターリーブズムービーザーへとパーチャーライティング。ちょっと面白みないな。でも、一応セレブ向けの記事も作っとかないとな。マンショットデューリングへとルビーストへとクリックすると、クリックするとね、大抵ね、先導的な記事になってね、内容がわかりやすくなるのよ。これ嫌なもんでね。まあ、記事の中身変わったよね。記事のタイトルを先導的にするだけ中身がわかってなるって、ほんと恥ずかしい話でさ。まあ、普段我々がどれだけ先導的な記事の、タイトルばっかり読んでるかってよくわかる話ですよ。で、ここにさ、その、ルポライトしてるんだったら写真ぐらい持ってこいよって話でさ、ここに写真があるだけでだいぶゲームとしてわかりやすくなるのに。で、写真がないもんだから、正直、その、真面目に英語読まなくちゃいけないからすごいめんどくさくてさ、これは、パブリックカーチャービル、クライムズアイト、ファースト、これは、
メディア浄化法が最初の写真と文字の比率調整するのとか面白いのにね。うん、まあそうなってくると今度のレイアウトを作るゲームになっちゃうからねそれはそれでまた別の楽しみがあるんだけど、ただ正直写真は欲しかったな、そのニュースの写真が。そういう振り毛があったな。それがあのあれさ、先役に言ったザ、リパブリックタイムだったかな、ペーパープリーズのメーカーさんが、作ったフリーゲームがあって、1日の間にニュースがたくさんやってくるから、そのニュース6時の入稿までに、ニュースを選んで、そして3面記事の、一番でかい記事なりを、記事のサイズを埋めていくっていう、ゲームがありました。ぶっちゃけあれの方が面白いですどうしようかな。ペーパーズマーケット、シャットダウン、ニュースペーパーズオーズシャットダウン、これにしよっか。適当な写真好きのバカ新聞が定期的に出てくる、シムシティ2000好きでしたこれどれ通ろうかな。ファイナリスト、あ、これだけ消そう。かけ、プロテスターアウトサイドポリスステーション、レベル、レベルシンパシーズアタックスポリス、これはもちろんこれですね、プロテストですね、市民テストですよ。これ消すか。で、これで、第2週から、新聞のレイアウトが作れます。1面、2面、3面、4面っていう形で、まあ、頭にある記事 の方が、影響力が大きいって話になりますね。で、差し替えると、セレブ向けか、工業話か、工業の話か、ソーシャル社会面か、そして、犯罪を取り扱ったものかっていう形で、バーが出てくる形になってます。今週セレブ記事がないな。で、次に、マーケティング。これは記事全体の、方向性を決める、ものになってますね。で、それぞれ、どの町にたくさん巻くかっていうのを決める、ものになってます。言ったらその地域ごとの発行数ですね、を決める形になります。で、それらをいじることによって、この新聞の、この、社評も、変わる形になってます。これだったら、リッチスト、プラテスト、オアザ、じゃリッチストオアザ、リッチストオアザリッチトゥザ、プラテストオアザプアって形で、富裕層と貧民層を解いた、社会派の新聞になってますね。これだったらがっつりと工業系の記事っていうような形になってますね。だったら工業全体を取り扱った記事っていう、まあ、どっちかというとその株価ないそっちの方の、ニュース記事って形でいろいろと記事の新聞の社評が変わる形、社評が変わる形になってます。この部分は面白い。ただまあ具体的には、それぞれノーブルの方だったら、セレブレーションの話と、あとインダストリアル、工業の話に興味がある。ウエストサイド の市民層だったら、セレブの話とクライム。言ったらその、セレブの話と犯罪に興味がある。そして、イースト、工業団地だったら、インダストリーとソーシャル、社会面と、工業に興味がある。そして、南の方の港の方だったら、クライム、犯罪と、社会面に興味がある。っていう形でいろいろと、変わってます。で、記事の添削内容、そして、誰に書かせたかによって、ここのポイントは決まって、最終的に、マクマイスに関しては、ここで、こう、いじっていく形になりますね。最終的にこうなりました。スクープスーパースター。で、これ、パブリッシュ。
するとまた、この、4人の、記者がですね、いろいろと。新聞のカラーを変えられるのをもろそう。まあ、ここのデザインなりは面白いと思った。ここは面白いと思った。まあ、面白いと思うのはこの3週目までですね。これを延々と、あと9週間にわたって繰り返して、で、なんとか、この市民の、オピニオンを反乱の方に向けて、そして政府を打倒するのが、このゲームの目的になってます。ああ、政府おかむりや。フランクが、今週いないから、来週の月曜日に帰ってくるよって言ってる。で、今日は3人で書かなくちゃいけないのか、めんどくせえな。っていう、感じの流れで、最終的には、まあ、残り9週なんですけど、あと、実際新聞負けるのは8回です。で、あと8回の間に、なんとかして、この、北にお住まいの方々も含めてですし、南の、あ、北の富裕層にしてもそうですし、南の貧困層にしても全部が全部、政府を倒せ、安倍政治許すなっていう、方向に持ってって、政府を打倒することで、メディア浄化法を防いで、そして、新聞社と、プレイヤーである編集長の椅子を守るっていうのが、このゲームの目的になってます。で、まあ、このコンセプトは面白いんだけど、ぶっちゃけね、その、この記事を構成するのがすげえめんどくさいんよ。で、どうめんどくさいかっていうと、例えば、こう、適当に記事差し替えて、で、適当にライダーに放り込んで、そして、レイアウト書かせると、まあ、この記事がどれだけ影響を与えるかっていうのがパッと出てくるわけだけど、だったらこれさ、で、一緒に記事書かせた後はもう、このデスクに戻れないっていうんだったら、いいんだけど、デスク戻れるんだったら、じゃあ、もうこの時点で何を構成したらどういう風な影響出たのかっていう形で、ユーザーインターフェース表示しとけよって話なんですよね。その、プレイヤーである編集長が無能すぎるんよ。まあ、そこそこもう新聞やってるんだったら、もうあらかじめここ差し替えた時点でどういう風な影響があるのかっていうのを、パッと見わかるじゃないですか。それをわざわざ文字読まなくちゃいけないのがすげえめんどくさい。ペーパープリンツだったらぶっちゃけんところで言うと通す通さないの二択だったからよかったものを、このゲームその二択でたくさん選択肢があるっていうだけで、で、その選択肢がどういう風な方向で影響を与えるのかっていうのがわかんないっていう状態だったら、例えばこれでフィルに書かせて、で、この後レイアウト組むっていう時代になったら、もうこっから後は巻き戻せませんよっていうんだったら、自分の構成した新聞が。最初は一回書いたら戻せないようにしてたけど反発あったから直したのに、上はそのままだったとかかな。多分そうだと思うんだけどね。いや、でもこのゲーム、ベータアクセスはしなかったから、まあ、メーカー公式フォーラムとかもありませんし、なんで、どこでこういう設計にしたかわかんない。まあ多分最初は巻き戻せないんだけど、さすがに難しすぎるだろうと思って巻き戻せるようにしたのかわかんないんだけど。にしてもここでもうすでに結果が出てるんやったら、この記事を構成した時点でどういう風な内容になってんのかっていうのをわかるようにしてほしい。例えばこれ消したら違う記事にしよう。ライオットザインザイトサウス、サウザンドックをクリックすると、ライオットアサルトポリスオフィサーズイン、ザサウザンドック。これは、暴動があったから、南の港が止まった、閉鎖、じゃあ南の港で暴動があったって話を差し替えて、ライオットアサルトポリスオフィサーインザイトサウス、サウスドックに住んだったら、これを差し替えた時点で、これは、反動的な、反政府的な記事だっていう風に、反政府記事ポイントっていうのがピコーンって表示されたら、わかりやすいんだけど、
で、さらにこの構成を消していくことによって反政府ポイントが上がっていくなり政府向けの記事になったとか、まあ、マウスオーバーした時点でこの部分は反政府的とか政府的って形で表示してほしいよね。で、それらをどんどん消すことによって、記事がどんどん面白くなくなっていく。記事の面白みがなくなるっていうんだったらそれはそれで。今、この記事はこれぐらい面白いっていうのが、構成をしていくことによってどんどん記事が面白いっていうポイントが減っていくっていうふうにすれば、言ったらその記事の面白さを、記事の面白さと、政府、反政府の。被害の情報がなさすぎるよな。うん。影響を減らしていくっていうふうなユーザーインターフェースが、その編集長の目を、編集長の目というユーザーインターフェースがないか分かんない。だから編集長がいきなりプレイヤーに全部任されてって形で、プレイヤーがプロの編集者だったらいいんだけど、選択肢の効果が選ぶときに分かるみたいな方がいいという感じ。これは2つある。もしこのゲームナラティブな方向を持ってくんやったら、選択肢の結果が分からずに、そしてもうそのまま新聞出してしまったらファンレターがどっさり来るっていう形だったり、例えば今ファンレター来てるけど、そうじゃなくてその先週出した新聞から市民からの苦情みたいな形山積みされてるとかでもいいんで、ね、いいですし、あとなんかどん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 週が進んでいくことによって、週が進んでいくと発砲、銃撃の音が聞こえたり、サイレンの音が妙にたくさん鳴ったり、とか、そういうナラティブ要素にするんやったら、毎回出した市民に対してナラティブな何かが欲しい。なるほど、わら。ナラティブにするんやったら、ナラティブにするんやったら二者択一。例えば自分の嫁さんか母親どっちか選べみたいな形のそのきつい選択を毎回押し付けてくるようにしたい。アトルスカーが本当それなんよ。自分の生活か、それか税関じゃなくて、その、検問を通ろうとする、人の生活かっていう二者択一を常に迫られてるって形だったから、すごい道徳的に迫るもんやったけど、その道徳的に迫るっていう点でその、ナラティブな印象があったけど、このゲームその、道徳的に迫るっていう、ファンレターが全くない。毎回ファンレター送ってくるです。まあ、政府ぐらいで。政府とハンラングしか。そう、それもいいし、あとなんか石投げ込まれてガラス割れるとかそういうふうな効果音とかもないし、ゲーム進むごとにね。同じ BGM を使うんやったら、そういう効果音をたくさん盛り込むことによって、どん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 治安が悪くなっていくっていうような演出とかを描くべきやった。し、ニュースに写真ないし、で、なんかカミソリの入った封筒とかもこうへんし、ニワトリの首、やったら面白いね、やばくなる演出。そう、ニワトリの首とかを小包に包まれたりとかせえへんし、そういうナラティブな表現が全くないのよ。ナラティブ方向に進むんやったら。で、そういうナラティブにするんやったら、あえてここで何も表示させずに、今の作りにして、自分が行った構成が世界にどういう風に影響を与えたかっていうのを、カミソリレター。感動的な記者が行方不明になるとかかな、記者が危険にさらされて愚痴るとか、家族に贈り物が届いたり。そうそう。いや、記者が愚痴るのは実際ある。記者が愚痴ったり、あと記者のこの、反政府ポイントが溜まっていくことによって政府に、バンされる。政府にバンされちゃうっていう話はあるんやけど、それが、言ったらゲーム中盤あたりになってくるっていう、そのステータス管理の部分でバンはされるんやけど、ナラティブな表現でのバンがないのよね。人生からバンされるっていう表現がないのよね。で、このユーザーインターフェースがないんやったら、もっとそのナラティブ体験をさせるべきやった。例えばそのニュースを出した後、記者が喋るっていうシーンの後に、さらに今週起こったニュースなりを流すっていうのが欲しかった。イラストなりで。で、ぶっちゃけ記者もさ、コーヒー飲んでさ、タバコ吸ってるだけでさ、それで世間話してるだけで、それでなんか社会情勢の変化を演出しようっつうの、それちょっと、それちょっと手抜きすぎひんと思うねんな。ナラティブな方向に進んでたら、もっと、ビジュアルでインタラクティブな、もっとビジュアルで、強烈なものを印象つけるべきやったと思うし、もっとファンレターどっさり来るべきやったと思うし、自分の検閲が社会にどういう状況を与えてる、社会に状況を与えてるんじゃなくて、その、どちらかというとその、この、雇用者なりですね、その世間ってもうちょっと
もっともっと、たくさん表現してほしかった。で、その、きっつい二者択一の結果をですね、ファンレターでどっさり欲しかった。うん。例えばこのフィル、あなたの書いた記事のせいで私の家族が死にましたみたいな形の、私の娘が死にましたみたいな形のになり、そういうあのきついファンレターをたくさん欲しかったですね。ファンレター意味深、熱烈なファン意味深来たら面白いですね。そうですね。いきなりこの画面からさ、あの画面がスッと変わって、あのドアから不審者が、あのドアから不審者がやってきて、それをなんかあの警備員が追い出してるっていうシーンとかも欲しかったですね。ジャニーズですか。で、ナラティブな体験させるんやったら今のままでもいいと思うんやけど、それでもやっぱその記事を一回記者に渡して、それで記事書かせたら戻ったらあかんと思うわ。戻った、ショットガン使ったフプスモードに移行するここで戻れたら正直面白くないわ。うん。その、自分の構成した結果がどういう風な、記事の結果になるんかっていう部分のその真剣味もなくなるしね。で、戻れ、言ったらその、これで、戻れるんやったら戻れるで、じゃあ、結局ここに書いてある情報を見て、あ、この記者ちょっとポイント低いからもう一回書き直させようって形でデスク戻るっていうのを繰り返すとすごいめんどくさいじゃないですか。じゃあ、それやったら、ここの時点で、この記事のタイトルなりを差し替えて、そしてこの構成した結果がどういう風に、新聞に影響を与えているのかっていうのを、あの、仮にもプレイヤーがその編集長なんやったら、その編集長のスキルくれよって話で、じゃあなんでプレイヤーが編集者になったんっていう。がっつり癒着できても面白そう。うん。もちろん、その辺のストーリーとかもあるにはあるんやけど、そのストーリーが緩すぎんねん。この毎ターン毎ターン強烈に突きつけられるわけじゃなくて、扱い制限くらいあってもよかったね。うん。その僕は書き換え制限ないんやってないで、ここのユーザーインターフェースしっかりするべきやった。この記事のこの記事の項目を消していくことによって、あの政府よりか反政府よりかっていうポイントが高まっていくと同時に、記事の面白さがなくなっていくって予想図がここに欲しかった。で、予想図出して、そしてそれを記者に当てはめたとき、どういう記事が書けるのかっていうの結果も表示してほしかった。もしこのゲームがその、パラメータを管理するゲームやとするんやったらね。パラメータを管理するゲームとするんやったら、明らかにユーザーインターフェースが整ってなさすぎる。で、予想した結果を、ここで結果が予想できるんやったら予想できるで、実際にその、記者に記事書かせたと、は戻れたらあかんと思うわ。というか記者に記事書かせたと戻るもなし。それは僕がライターやってるからっていうのはあるんやけど、ライターやってるからそのいざ記事。編集長ってどれくらい直すもんなの？それに関しては NDA につきお答えできませんが、まあ、今だったらウェブ雑誌だったら、あの紙面に制限があるわけじゃないから、好きなだけ文章書けるわけやから、それほどいるかないですし、うち、まあ、オートマトンで言うと NDA のため詳しくは言いませんが、ここまでではないです。こんな感じじゃないです、全然。オートマトンは、こういう感じのゲームっぽい、今やってるゲームっぽいようなことはしませんのでご安心ください。僕が NDA の制限なり言えるのはここだけです。このゲームは実在するオートマトンとは一切関係ありませんとしか言えません。で、この記事の項目、この記事の項目を消していくことによって、その新聞としての面白みがなくなるっていう、新聞の面白みを人引き換えに政府反政府に偏っていくっていう風な、あのユーザーインターフェース表示して、でさらにこの記事をあの記者に渡した時点、楽しみですね、いやいやいや、戻ないから書かした時点である程度どういう記事ができるかって予測させてほしい。編集長やったらそれぐらいできるやろっていう、ほら編集長が無能やし読者からの反応がないっていう、もう最悪の新聞ですよこのゲーム。写真ないしね。写真ないほんまアウト、もうダメ、しんどい文字読む。
で、結局自分がその最終的にどうなったかっていうと、その記事のタイトルだけ読んで、記事のタイトルだけ差し替えて、で、それをどん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 、誰に書かせるかっていうことだけに集中して、プレイをしていきました。で、それって言ったら、記事のタイトルと誰が書いてるかってやつのだけ読んでリツイートする今のその、ツイッターの方々を揶揄してるような、揶揄してるのかもしない。だけど、それやったらそれでもうちょっと表現方法あったんちゃうかなと思うねんね。それこそ、まあ実際スクショだけ見て記事は読まんわな。まあそう、そういうのを、揶揄する、そういうのを揶揄してるんやったらまだ、揶揄してるんやったら、中身嫁、わらわらってやつですね。まあ、うん。そういうのを揶揄してるんやったら、どちらかっていうと、その、何やったっけ、ザ・パブリ、ザ・リパブリット・タイムだったかなっていう、その、新聞の、記事のタイトルだけ読んで、で、それで、どのサイズの、この大きなサイズか、長いサイズか、ちっちゃなサイズかの記事っていうのを決めてて、3面記事の1面目を作るっていう風なゲームがあるんですけど、そっちの方がよっぽど良かった。あれはさらにリアルタイム制やしね。限られた時間の中でその新聞構成していきましょうっていう、面白みがあったんやけど、このゲームその、ナラティブ寄りにするんやったら、ナラティブの演出、言ったらその、きついその、人間の道徳に訴える、その、きつい二者択一を毎回毎回押し付けられるっていう風なゲームでもないし、パラメータを管理するゲームやったら、パラメータを管理するゲームでもうちょっとパラメータがわかりやすくしてほしかった。プレイヤーに、ユーザーインターフェースという名前の編集者の目を欲しかった。まあ、そうなると、ときめきメモリアルもそうやん、なり、頑張れのマーチもそうやんって言われたら確かにそうかもしれへんけど、今時、このデザインのゲームでこれないでっていう。頑張れとか、ときめもとかまだ、言ったら黎明期やからあれが許されたわけだって、今から出すんやったらほんま正直許されんで。で、ワンプレイ40分ぐらいで、サクサクと進めて終われるっていうゲームやったら、どっちかに割り振ってほしかったなと思う。ナラティブにすべきか、それともパラメータを管理するゲームとすべきか。このゲーム、パラメータを管理するにしても、ユーザーインターフェースが整ってなさすぎるし、ナラティブに進めたらするで、言ったら、編集長が無能やし、編集長の無能さを楽しむゲームなんか、それとも、ナラティブを楽しむゲームなんか、どっちかにしてほしかったし、ぶっちゃけてどっちもにしてほしかった、僕としては。毎回毎回どっさりファンメールたくさん来て、で、さらに、編集長はこの記事をパッと見た時点で、もう記事の面白さがステータスとして、具体的に表示される。ようにして欲しかったし、これを記者に渡した時点でどういう風な記事ができるのかって改めて予想図が欲しかったし、さらにレイアウト決める時点ではもうすでに巻き戻しができずに、そして実際に予想図と若干違うようなステータスが来て、おいもうちょっとフィルちゃんと仕事しろやって形で、その記者に記者にその文句つけるようなゲームにして欲しかったので、まあ結局突き詰めて言うと、その ゲームのコンセプトに満足してしまったところあるよね。うん。この記事差し替えて先導的な記事するすげえ面白いとか、例えばこれで言うと28人の市民が、プロテストしましたって話を、ポリスストップレベルライオットザ、プログレスっていう風に差し替えて、そして28という数字消しただけで、全然でかい記事に見えてくるじゃないですか。で、この部分のこの体験はすげえ面白い。この体験面白いんけど、この体験の次が欲しかった。ところはある。このゲーム、言ったらその、私はドブ金ばっかりです、ね。はい、ドブ金ですよ。ぶっちゃけドブ金ですわ、このゲーム。このゲームに要1000円払ったと思うわ。これやったらこれやったらさっき紹介したスターワードローグの方がほど面白かったで。なあ。で、ま、これな、ロックペーパーショットガンなりも含めて、まあ、他のインディーの、ノミネートとかも悪かったと思うんやけど、まあ、確かにこのコンセプトそのものはすげえ面白いよね。で、みんなこのコンセプト面白いからすげえ面白いって形で注目してるのあったし、ぶっちゃけこれ記事として紹介しやすいんよ。もう日本でもいくつかの雑誌がこのゲーム紹介してるけど、この今僕が話してるレベルのやり込み全くない。とりあえず5分だけやってみて、あ、これ面白かったって形で実際クリアするまでやってない。
で、これがたとえ僕がバリバリに、その、トイゲックたくさんスコア取ってて、このゲームの記事全部読めますよっていう分でも、これ面白いかって言われると、これノーって言いますね。うん。で、これがたとえその日本語で翻訳できたら面白くなるんかってやると、それでもノーって言いますね。ぶっちゃけ面白くないもん。アート系ゲームの取り上げ方なのね。ならコンセプトは面白かったですね、みたいな話だったけど、まあそのコンセプトで満足してしまったってのは悪い例ですね。言ったらその、メディアが風刺に溺れたっていうほんまに悪い例ですわ。まあ、風刺には、2種類。ありまして、一つがその風刺対象をそのままコミカルになり描くこと。で、もう一つがその風刺となる、対象をモデルにして、そして違う、レイアウトに当てはめるというような二つの、方法があります。まあ一つが、クソコラグランプリなんていうのもまさにそうですね。ツイッターなりで開催されてます。あ、すみません、次はクレアんでちょっと待ってくださいね。まあ、さすがに、もう、深夜の1時になると、さっくりと柵が取れます。枠が取れますよ。はい。これ、ちなみにラスト枠です。はい、続き、風刺ゲームの、種類についてちょっとお話ししましょう。で、先ほどその2つ紹介しました。1つがその風刺対象をそのまま、ゲームとする話。例えばその、南京大虐殺ゲームとか。あ、こんばんはです。昔、その、PC 機足にあった、南京大虐殺ゲームとか、ただひたすらボタンを押すだけで、どんどん兵士が、市民を虐殺していくっていうゲームとか、だったんですね。近年で言うと、そのグロリアスリーダーって形で、プレイヤー、主人公が北朝鮮の、総書記で、なんかいろいろユニコーンとかに乗って、ジャンプアクションするっていう風な感じの、とにかく、アメリカなり同行に行ってですね、銃ぶっ放して、悪い奴をぶっ倒すっていう風な、その横スクロールアクションゲーム。そういうタイプの風刺対象をそのまま、モチーフにして、既存にあるゲームに当てはめていくっていうのが、まず一つの方。これはすごく、ビジュアルも、わかりやすいですし、簡単に笑いが取れる、手っ取り早い方法ですね。で、もう一つが、その風刺が、風刺の対象をモデル化した上で違うものに当てはめる。っていう、方法があります。まあ、僕がどっちが好き、あれ確か中止になったんちゃうかな。北朝鮮の、将軍様のゲーム確かそうやったと思うやけんな。僕がどっちかって好きかっていうのが、その風刺対象をモデル化して、いったその風刺の何が問題なのかっていう部分を、やつはいろいろあって中止になったよ。そう、風刺の対象をちゃんとそのモデル化して、汎用的、反的なものとして、だからハッキング受けてデータ喪失したんじゃなかった。それは残念だな。で、それを違うレイアウトに当てはめる。言ったらその今風刺の対象に当てはまってるのは現在だからってわけじゃなくて、普遍的なものですよっていう形にまで、昇華して、そして違うゲームに当てはめるっていうタイプのゲーム、この二つの、ゲームがあります。風刺ゲームには。僕がどちらが好きかっていうと、まあ、後者ですね。たら、風刺対象が、その風刺が今ただ単純に世界で騒がれてるから取り上げるんじゃなくて、そこにある本当の問題を突き詰めた上で、それを印象的な形で提示するのが、好きな、スタイルであります。あんまりクソゴラグランプリってあんま好きじゃないんだよね。風刺にもなってないってこと？で、このゲームはどちらの風刺かと前者ですね。その言ったら新聞を、つまりソーシャルジャスティスボリアーズやな。まあそうですね。確か去年オートマトンちゃんに書いたソーシャルジャスティスボリアーズなんてまさにそうですね。ソーシャルジャスティスボリアー問題の、普遍的な問題の普遍的な部分、こういう感じかな。このゲームがどっちに当てはまるかっていうと前者ですね。ただ単純に新聞構成してるっていう部分が面白いっていう、そこだけに留まってる。で、それが与えるものが何かっていう部分まで突き詰めてない。本作で言うとそれがパラメータ管理に特化することによって、言ったらその、
新聞の中身になんか価値ないんやっていう風な言い方したりとかですね、市民はいとも簡単に編集長によって先導されて、コラムのエンジン作って満足しちゃったみたいな話やね。まあまあそうはね、今日アップされた、うん、コラムのエンジン、そうですね、作って満足しちゃったみたいな感じになってんね。でそっからパラメータ管理に特化することによって、その言ったらそのここに言ったらパラメータをきっちりと書いてあったら逆に文字とか読まなくて済むのよね。っていうことは、そのパラメータ管理のゲームに絞るんだったら、言ったらその誰も記事の中身なんか読んでないっていう風なきつい言ったらその読者、今新聞読んでる方々なりですね、その世評なりに関してきつい批評になりますし、逆にそのナラティブ方向に絞る、言ったらファンレターがどっさり来るっていうんだったら、自分の行った行動が、ただ行を消してタイトルを差し替えただけで人がこんなサクサク死ぬなんてっていう形の現実を、パラメーター決めた後本文読んで爆笑するとかならおもろいのに。そうはね、ぶっちゃけさ、ここの記事差し替える、ここの記事のタイトル差し替えるって部分も正直僕どうかと思うよね。それだったら検閲した時点で記事の内容に合わせてこのタイトルが差し替わるってだけで面白かったと思うよ。例えばここやったら28ピープルって形書いてんだけど、この28ピープルって消えたら、いう部分を消したら、このタイトル28ピープルのこの28が消えてピープルになるとか。そうやねんな。その、読者の反応もなくて、編集者も無能。っていうのがこのゲーム。で、何がいいかって唯一何がいいかっていうと、まあ本当この、ザ・ウエストボード・インディペンデントに関しては、このゲームコンセプトだけで反応して記事書いちゃダメ、ゲームの記事書いちゃダメだよって話でさ、それこそ悪い意味で、ロックペーパーショットガンなりも初めてですね、いろんな各社が、各海外紙が、このゲーム取り上げましたが、ちゃんとゲーム中身やって言ってんのかっていうレベルの記事しか書けてない。で、ようやく、まあ、去年、このゲーム取り扱った、まあ、メディアに関しては、まあ、体験版しかプレイできないから、だけ、わけだから。文字がダメでやりがいが見えないとか、ブラックすぎ、編集会議だけじゃ足りないんだね。足りないね、全然。まあ、このゲーム取り扱ったメディアに関しては、まあ、体験版しか触れてないわけだから。面白くなるってことは、そのうちどっかがちゃんと作ってくれるかもね。いやー、それがな、この手のゲームと結構インパクトだけやからさ、結局インパクト度を、次に出した2番戦時って部分がどうしてもついてまうから、こういうのはほんまパイオニアがちゃんとすべきやったと思う。うん、しかしまあ1年も開発してようこんなレベルのものしかできんかったなってこと本当に苛立ってんのよね。まあ唯一このゲーム何がいいかって曲ぐらいですね。イージーリスニングに適した曲が約9曲ほど手に入ります。それぐらいですねっていう感じでした。ああ、ねえ、最初の5分は面白いでしょ。最初の10分面白かった。やけど、さすがに3週目、4週目ぐらいになってくると、これがあと何週も続くんかと、ゾッとしたわ、ほんまに。記者が首吊ったりとかせへんしな。何回も嫌な記事書かせよったら、記者が首吊るとかそういうシーンもないしさ。そういう、なんていうか、もうちょっと、ナラティブにするんやったら、なんていうか、この、記事のタイトル差し替えて、で、文字消しただけで人がサクサク死んだっていう部分、きつい、現実を、ファンレターなり、なんか他の演出でたくさん見せつけてほしかったし、パラメータ管理してですね、パラメータ管理しての、いかに、市民が、こういうメディアに簡単に踊らされるかっていう部分を見せつけたかったら、もっとパラメータ管理しやすいゲームにしてほしかったし、とにかくパブリッシュしてから戻るんなしやわ。ほんまそれだけ許されへんから。で、このゲームにリソースが全くなかったかっていうとそういうわけじゃなくて、エンディングでは一応ね、グラフィック表示されんのよ。込み出し関係なく見出しだけでストーリー分岐とかなら痛烈な皮肉になったかもね。
これ新聞の記事からその実際ストーリーが見えてこうへんねんな。新聞の記事も必ず確定で記事が来るっていうのが文字面すごいよね。ダブルパブリッシュしてから戻せる。うん。あのありえへん。そうやな、もう文字面ひどいよね確かに。結局全くこのゲームリソースがなかったんかっていうとそういうわけでもなくてですね、エンディングになると一応こういう写真が出てくるんだよ。まあトレーラームービーにもあった写真が出てくるんですけど、こういう写真を記事に一個ずつ欲しかった。この写真とか相当ちゃんとできてるからいいとは思うんだけど、なんでこういうのを記事につけないのっていう。結局こういうグラフィックに出会えるっていうのがエンディングでしかないのよね。でまあエンディングでは結局のところ、その北、東、西、南の、各部署でですね、どういう風な、メディア浄化法が施行されてから、メディア浄化法の施行日にですね、どういう風な、事件があったかっていうのをニュースに示すんですけど、こういうニュースを毎回記事につけてほしい。グラフィックでさ、お願いだからさ。あと1週間挟むごとにこういうニュースをちゃんと1個ずつ欲しい。ぶっちゃけその一週間の経過がその記者同士のそのカフィーとタバコのによる語り合いだけで終わるっていうのはすごく惜しすぎるんよね。一応この辺でグラフィックが数種類、まあ2種類ですけどね、主に2種類用意されてるんですけど、この2種類のグラフィックはもっとそうですね、記事にここに割くリソースをもっとそのゲーム中に割いて欲しかった部分がある。うん、40分間ゲームプレイがあるわけだけど、そのゲームプレイした結果のまとめてここでやってくるって形じゃなくて、これらを小出しにするだけで1週間ごとにこれらのイラストが1枚ずつあるだけでだいぶこのゲーム印象変わったと思うんよ。その辺の開発リソースそのものの、配分も失敗してるとかありますね。エンディングに力入れて無理やり感動的な物語にしようとしてるって感じがする。っていう感じのゲームでした。まあタバコとコーヒーと新聞が完成した紙面を見せてくれる機能は必要だったにゃ。まあぶっちゃけで言うと、あと 1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目っていう形で差し替えするんだったら、最初に1ページ目全部その文字組みすればそれでよかったんじゃないのと思うんだけどね。わざわざページ目くるめんどくさいしさ。で、そうすれば、どの記事がでかくて、どの記事がちっちゃいかっていう形のインパクトになったしさ。1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目って切り分け方するんだったらさ、ただ単純に操作量も増えてるだけだし、いまいちその記事の重要性っていうが、いうのが、一目で分かりづらくなってるから、それだったら1面目にがっつりと構成させてほしかった。このゲームのいいところっていうと、本当にコーヒーとタバコと新聞が机の上に置いてあるってぐらいですね。そういうハードボイルドな作りと、あとこのジャズ、これぐらいですわ。コンセプトソングで作るに満足してしまって、そっから後の作り込みがどうもなかったっていうのが、このウエストボードインディペンデントの最終的な結果ですね。激おこやん。もう割と怒ってんだよ、これは。もっと面白くできたはずなのに、明らかに、この、未完成、まあ、バグがあるってわけじゃないんだけど、明らかに、その、志の低さが露骨に見えるゲームって僕あんまり良くないと思うんよ、オートマトンちゃんの他の記者さんにやらせよう。これなぁ。
まあ、オートマトンちゃんの他の記者だったら英語読めると思うから、もっと面白く楽しめると思うんだけどね。で、僕ががっつり英語読める。遅れてもうた。あ、どうも、こんばんはです。今日は残念なゲームを2本紹介しました。いや、スターワードローグは僕は面白いと思うんだけど、やっぱ日本の方に見せるんだったら、手作りのレビュー書いた人おるやん。ああ、いやー、正直、このゲームはな、まあ、なんとかしてクリアしてやろうと思って頑張ったんですけどね、あの、ユーザーインターフェースがクソすぎて、っていうのがその、難しいからクソっていうのじゃなくて、単純にその、いや、わかんない。評判は高かったんやけんね。スチームスパイ何本売れたかちょっと見てないわ。ちなみに、アップルストアでは、スコア 4.1 ついてましたね。このゲームにようスコア 4.1 もつけたのアップルストアの方々よって話でさ、アップルストアのでゲームやってる方々のレベルの低さがよくわかるよ。え、ま、結局本気でクリアしようと思ったらここで出して、ね、記事のレイアウトを見て、これでポイントを測ってっていうのを何回も繰り返さないといけないから、の、そう、言ったらこういう抜け道があるってことは、こういう抜け道やんなくちゃいけないってことで、この抜け道やる、てく手間考えたらすげえめんどくさいからやりたくない。これ差し戻しね。記者に書いてもらってからやっぱ面白くないかららしいっていうの言うのね。ほんとやめよう。ほんとに。よくない。自分がライターやってるから余計腹立つわ、このゲーム。オーネアス、1251、プラスマイナス772。まあそんなもんやろね、正直。これだったら、リパブリッドダイムの方がよっぽど面白かったです。フリーゲームの。まあ、だなぁ。いやぁ。まあ記事を構成して印象変えるっていうシーンを見るのさ、これはすげえ面白いんだけどね。ここまではすごい面白いんだけど、こっから先にあと一歩、なり二歩は踏み込めたはずなのに、それがないっていう部分で、言ったらコンセプトに満足しちゃったんだなっていうのがあって。あ、ここ。からボツってオートマトンちゃんではないの？あ、ないですね。一応その辺は、一応編集の方々がちゃんとプロなんで、ドラフトの時点でガッツリと厳しく、精査されます。あとある程度、まあ、ライターのレベルが高いってのもありますしね。おかしいな、ライターレベル高いはずだけど、なんで俺のレビュー記事あんなに。社会なんかになるゲームなんですかな。いや、あ、これはそうですね、ザ・ウエストポート・インディペンデントってゲームは、統制国家で3ヶ月後にメディア浄化法っていうのが決まろうとしてるっていうところで、プレイヤーは新聞の編集長になって、そして記事のタイトルを差し替えて、でからそれを各ライターに書かせることによって、北のセレブの地区から、南の貧困層の地区まで全てにおいて、オピニオン、意見を反乱側に持ってって、そして政府を打倒することによってメディア浄化法をなくして、そして自分の新聞社と、そして自分のデスクを守るというゲームです。言ったら、報道しない自由を駆使して、報道の自由を守るっていうゲームになってます。おかしいな、オートマトンちゃんの記事のレベルは高いと思うんだけど、なんで俺の記事あんなにリツイートされねえんだろうな。まあ、いろいろ思うわけですけど。まあ、ここの部分に関しては、まあ、今日、まあ、先日2本記事紹介されたんですけど、思ったよりその、いや、今日紹介し、先生の記事は面白いけどタイトルがね、マイナードがね、そうやね。アッシュ・オブ・ザ・シンギュラリティとか日本でプレイしてるの俺しかおれへんしな。朝新聞の立場になるゲームなのか。そうそうそう。日本人ストラテジーやらないんですって。はい、知ってますよ、それぐらい。知ってますよ、それぐらい。まあ、この部分ちょっと切り分けよう。
確かに、確かにちょっと切り分けなくちゃいけない部分だった。すいません。ちょっとその辺でダメージが強くてですね、今日もオープニングがグダグダだったんよ。考えられるすぎた記事で共感されにくいんだよ、わら。でもストラテジーの記事載っけてくれるのあのサイトくらいじゃね。まあそれも含めてですし、日本であんだけゲームのレビューのが載ってる記事ってノゴトマトンだけなんです。まあ言ったら日本人そのものがレビュー求めてないってことです。ああもうやだ。いやもうちょっとやめよ、この部分は切り分けよ、この部分は切り分けよ。そうだよ、切り分けなくちゃね。はい、まあそういう形で朝日新聞の編集長になるゲームです。で朝日新聞の編集長があって、安倍政府許すな、安倍政府許すなっていう形で言ったらその朝日新聞の親元である韓国なりですね、中国に対して利益になるような、新聞を作って、利益になるような、製品を作って利益になるような。まあ、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 私個人のそのライティングに関してと切り分けましょう。YouTube 見てる人が困惑するから。まあ、素材な形で新聞記者なるゲームでしたけど、その構成をする、して、記事の印象変わるっていうのは、たまに橋園に振り切ったレビューしてもいいんやで。いや、それはちょっとダメで、うん、そこはちょっとやっぱ切り分けなくちゃいけないからね。ただ、まあ、そのような形で、このゲーム、その、記事のタイトル差し替えて記事の構成するだけで、言ったらその、無数にある事実から、事実を組み合わせて君だけの最高の真実を作ろうっていう部分は面白い。その部分は面白いんだけど、その部分から先のナラティブ体験なり、プレイ体験が得られなかったっていう部分がすごく残念なゲームでした。うん、というわけで、このゲーム、ゲームスポットでは、68ついてましたけど、ぶっちゃけゲームスポットがこのゲーム68点も与えたことにびっくりします。このゲーム10段階で4でええでで4切るな、僕の中やったら。うん。正直、まあ、ほんまに志が低いな。結構厳しいのにな。うん。ゲームスポットが68でもこのゲームつけてるってのは、ほんと、ゲームスポット甘すぎるわ。もう、6ペーパーショットガンやったら、多分もうマウントポジション取って、僕ここに殴ったのにな、ほんまに。どっかの記事がこのゲームボコボコ殴らなあかん。まあ、そのような形のゲームでした。うん。コンセプト点が高いんだな。そうはね、コンセプトだけやねんな、結局。それって10分で飽きんねんな。結局、このニュースにも、写真載ってないし。ああ、甘いね、確かに。そうそうそう。うん。オピニオンな感じの記事ね。うん。甘いよね。よくないよ。相当僕もこのゲーム期待してたんやけど、まさかここまで思んないと思わへんかったんや。これはほんま思んないで。なので、このゲームいくらだっけ？10ドルです。今月ドブガでしかしない。ザ・アーシュ・オブ・ザ・シンギュラリティ。このゲームのせいで見たゲームが作りにくくなるのが、ほんまそれ、ほんまそれ。うん。なら、このゲームと同じようなコンセプトでもっとプレイ体験なナラティブ体験あるゲーム作ろうとしても、結局2番煎じっていう烙印を押されてしまうんだ。最初の説明だけ聞いてる分にはめっちゃ面白いから仕方ない。それな、うん。だからこのゲーム始めた瞬間、買うわって言った瞬間、僕は全力で止めたの、それなんですよ。買っちゃダメ、このゲームは。珍しく、いや、すいません。過去スタちゃん、6年放送してるけど、勝っちゃダメまで言ったわ。ザ・ギン・エイデンも出るし、スタードック3人ソリメイクしてもらおう。ああ、そうですね。同じ金額で大人気格闘ゲーム買えるのか。ああ、キンターズ13とか、02UM とか買えますね。ぶっちゃけ今月さ、アシュブ・ザ・シンギュラリティやろ、んで、ディープスペース・セトルメントやろ、んでから、スター・ワード・ローグやろ、んでから、このウエスト・ポート・インディペンデントやろ。すごいよね。勝ったライアンプが。死にたい。もう。何度かせんといかん。まあそんな形でコンセプトは非常に面白かったんで、X コム僕ちょっと買わないんですよ。2月はあれなんですよ、その裏闘技リベンジ行って、で京都で開催されるカオスブレイカーの全国大会に参加するんで、その辺でちょっとお金が回らなくてパスする予定です。金ドブプラス時間の浪費が辛い。まあね、
なんとか。持ち直しにすとぶんやろか。まあでもなんとかこのゲーム、うん、ほんと、僕でもオートマトンで記事書いて、それをお金に換金できるからまだいいんだけど、このゲームその、正直これ、金もらってもやりたくないよ、このゲーム。ドブ金は人を強くするよ。いや、でもここまで4、ここまでドブ金ついたら久々で、ね。というわけのゲームでした。まあ、英語読める方だったら楽しめると思うんで、お買い上げ、してみてはいかがでしょうか。例えば10ドルで販売してますし、Android なりですね、iPhone では、5ドルで買えます。PC 版10ドルです。じゃあなんで PC 版5ドル高いのって言われると、この今聴いてる、ジャズが、9曲ほど入った、サウンドトラックが手に入るからです。なんで5ドルでサウンドトラック買うっていうノリになりますね。うん。で、まあ、どっちでプレイしていただくも結構なんですけど、とにかくね。になりますので、興味ございましたらお買い上げのほどよろしくお願いします。じゃあこれで、本日2本目の、ゲーム、ザ・ウエストボード・インディペンデントを終了します。ご視聴いただきどうもありがとうございます。心にもない宣伝。はい。